これ308号だ。ほんま？うわ、なんか来た。なんだこれ、急にもうなんかすげえ、なにこれ、この角度でわかるかな、わかんないか、動画じゃわかんないかな、わかんないかな、すげえか、すげえ登れたかになってる。あれ、ここで左に行く、左、これ、あ、こっち、え、これ左が国道やで、一通じゃないんやで、これ何を言うてんねん、あっちが国道やろ、え、こっちが国道、え、これこの幅やで、この幅、あの車どうやって通った、さっきの車、俺今車見たやんな、車とすれ違ったけど、え、どっか入るとこあった、今どっか横から入る道あった、ここ通り抜けたってこと、このあの車、なんなんこいつ、なんなんこのタヌキは一体、何これ、本気で言うてんの、さっきの車ここ通り抜けてきたの、何、ちょっと混乱、プチ混乱やで。はい、こんにちは、ぐっちです。本日もご視聴いただきありがとうございます。 ADV です。久しぶりにね、アゴマウントしてこう動画を撮影しています。あげのすけから、もうエリミネーターのカスタム動画はええねんと、こんなんばっかええねん、キャンプもあんま編集終わってないけど、とりあえずバイクの動画を撮ってこいと、あきのすけから指示をいただきまして、久しぶりにアゴマウントをして撮影に来てます。今日の動画ですけど、暗がり峠っていうのが奈良と大阪の間にあります。実は暗がり峠がある国道が国道308号線でして、暗がり峠はその一部でしかありません。で、今回は、その308号線って、どっから始まってどこまで行ってんのみたいな、暗がり峠の動画で国道308号線ってよく紹介されるんですけど、実際国道308号線っていうのはどこからスタートしてどこまでなんかっていうのと、本当に308号線で険しい、ひどい道は、暗がり峠がマックスなんかというのをね、検証してみたいと思います。みんなね、暗がり峠を目指すけどね、暗がり峠の向こうって知ってる？大阪側から来た、大阪側から来て、あの暗がり峠一番上まで登り切った後下ってくるわけですね。で、奈良の生駒の方に出るわけですが、その先って知ってる？っていう動画。今日は暗がり峠が目的地ではなくて、308号線を端から端まで一回行ってみようかなということをちょっとやってみたいと思います。で、これちょっと面白かったらね、こういうね、国道端から端まで行ってみようシリーズをね、やってみたいなと思います。で、その308号線の起点、スタート地点なんですけど、みんな知ってました？これ、御堂筋と交差するとこにあるのよ。で、このメインストリート、関西屈指とか、大阪屈指、関西屈指、関西ナンバーワンのこのメインストリート、ちょっと工事ばっかしてるけど、この道、実はこれが国道、308号線、暗がり峠を持ってます、308号線のスタート地点と、交差してます。交差というかスタート地点がこの線上にあります。不思議やね、こんな大阪のど真ん中にあるんかねと思うんですけど、しかもよりによってど真ん中もど真ん中よ、心斎橋になります。僕もね、調べるまでは知らなかったんだけど、308号線の起点は心斎橋の方、新橋の交差点です。で、新橋の交差点って言われてね、まあ、気づく人とね、どこみたいな人がいると思うんですけど、関西の人に分かりやすく、大阪の人に分かりやすく言うと、この御堂筋と長堀通りが交差するとこです。308号線って、実は、長堀通りです。いや、もう、長堀通りがさ、308号線、あの関西に土地勘ある人はね、はあって思うかも分かんないんですけど、結構大きい道でちゃんと整備され、当然あの大阪のど真ん中走ってますので、これ大動脈と、南北の大動脈ですが、それを東西にまたぐ通りです。大阪は、あ、そうそう、大阪はね、縦が南北が筋といい、東西が通りと呼びます。で、この辺からブランド品とか、高級スポーツカーの販売店とかが出てきます。アゴフェラーリのコーンです。で、ここを左に曲がったところ、御堂筋をここから左に曲がった新橋の交差点、覚えてますか、このオーバーのところの交差点、あの日光ホテルの交差点が新橋の交差点と呼びます。実はこの道が
実は308号線です。こんなね、大阪の中心部ですわ。これが308号線なんで、これをずっと東に向かっていきます。ほらほらほら。ね、308号線。今だと玉造り方面308号線ね。ね、ね。これ308号線なのよ。これが下り峠のある国道なんですよ。これをずーっとこのまま今里の方へ向けて308号線を、東へと行きます。はい、これ、谷町6丁目の交差点を、またその直進です。これ谷町筋ですね。で、右が天王寺駅玉造り筋ですね。これをまっすぐ行きます。どこのラーメン今里わっしょい。すげえなこの辺。わっしょいや、ラーメン屋やぞ。ラーメン屋わっしょいって。で、あの王冠が、え、そういうことなん。ほんまやな。あ、ほんまや、気づかんかった。内環状も308号線なん。あ、そう。内環状線ですね。もう環状線になって、え、こっから内環状線で308号線なんや、この区間。ね、驚くわね。それだけじゃないんだよね。これな、内環状も308号線だったことにも驚きなんだけど、驚るべきはこれですよ。中央大通り。見た？見ましたか？ここを右に行くんです。ということは、中央大通りもここから右は、東は、国道308号線です。ひどい道と書いた国道308号線です。はぁって感じ。高速道路の下やで。そう、この道ね、この高速の下の中央通り、これが、ここから東はあの308号線です。ほらね、嘘ついてませんよ。ほら、中央通りがね、308号線なんです。お、おにぎり見ました。308号線、もう、え、なんか、えらいパトカーとか、警察官多いだ。そっちに目に取られちゃった。なんか薄くなってたな、308号線の看板。自分だってことを理解してるか、お前。ね、308号線第2判断入りますよ、このまま。で、このまま右に行くと第2判断なんですけど、第2判断通っちゃうと平刈峠が入れないので、このまままっすぐ、まっすぐで左側を行きます。じゃあ大事判断、またね、また後で。で、これを右に行きます。決まると308号線の雰囲気が変わったね。なんか急に細くなった。国道が先まで片側に3車線とかあったのに。で、これやな。これを左に、この平岡公園っていうのかな。これを来ます。これを曲がっちゃうと、さっきのセブンが多分、あれやな。さあ、いよいよ。第一関門、倉刈峠に突入です。いつも思うが、こう、倉刈峠の乗るときに、こう、前に車がいない方が嬉しいが、まあ、今回はね、ATV なんです。エンストがないから、ここは本当に308号線なんか？おお、ほんまや。308号線や。きっちり308号線です。で、これがさ、一通なのよね。ここが一通なんで、ちょっと一旦ぐるっと回っていきたいと思います。いつもながらこの辺がドキドキするよね。ここか。で、これを曲がって、すげえ、地面に書いてあるぞ、308号線って。308号線右側です。右側行きます。さあ、行きますよ。さあ、倉刈峠に突入ですか。前から車が来た。
まあ、これはね合わせますよ。 EV ならね登れますよ、この坂も。よいしょ、おいせ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 、よいしょ。おばあちゃんごめんなさいね、よう、こんなとこ登ろうと思ったな。そら、秋之助は無理やで。無理やで、これ、秋之助が登るのは。さすがに。おぉ、いけるか。さすが。さすが ADV。さすが。ものともしない。対向車が来てもものともしない。よいしょ。さあさあさあ、ここも登っていきますよ。フルスロットル。よいよい。この辺はね、暗いわ、この時間帯。あれでも H2 で来ただけ対向車来たらあかんな、絶対無理やな。人であっても無理やな、絶対積んで足つかないもんな。いや無理やな。あいつよ、こそやな、無理無理な話をあいつにさせたな。うよ、こんなこれ登ったな。はい、いったらここがねモンキーで上がらなかったところね、キュ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 ッとか言って上がらなかったところです。まあ上がっていきますけどね、 ADV だと。ADV ならね、ここか、ここがヒロさんが事故したところ、突破。こんなところにさいなければ。うわ、不安定。前に荷重かけないとやべえ。後ろに荷重かけると後ろにこけるな、これ。よっしゃ。お前、降りんの、それで。マジで。おじいちゃん、マジで。マジか、あの人たち。これ、国道やからね、ここ。よし。ここ、国道やからね。なんで突っ込んで、なんで突っ込んできたの。フラガイトはいつも思うけど、国道やからね、国道。こんなデコボコの国道やで。で、ここからが石畳です。恐怖の石畳です。パンクするんちゃうかな、もう恐怖の石畳です。ゆっくらせ、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 よいしょよいしょ。ここが怖いんよ、ここが。これが怖いよ、このか、この下りが。はい、今日はこれまた半分ですよ。ここから暗がり峠を下っていきます。暗がり峠、あの椅子はなんやねん、超怖いわ。なんであの子に椅子があんねん。で、ここから下っていきます。今回はですね、このまま308号線をこの先どうなってんのみたいな。みんなはね、生駒まで行くと思うのよね、生駒の、あの大通りまではね。で、そこじゃなくて、
308号線というのはその先、正確には奈良市の三条大通り、三条大路の2丁目の交差点、あのちょうどあの24号線だっけとぶつかるところまで、今日はそこまで行ってみたいと。こんだけね、暗がり峠が有名なんだけど、308号線っていうのはね、本当に暗がり峠だけなのか、他にはないのかっていうので、暗がり峠の先まで行ってみたいと。みんな行かんやろこの先行かへんやろ。私はね、行ってみるのは YouTuber やから、久しぶりの元ブログやから、ツーリング動画なんか再生されへんからさ、ツーリング動画じゃない動画をね撮るためにちょっとこの先まで行ってみたいと思います。さあ下っていきますよ。これね、これを下ると行くもんかな。はい、ほら308号線、久しぶり見たよ308号線。で308号線、だいたい皆さんここで、左に曲がるのかな、左に曲がると生駒に戻っていくので、今回はまた続きがあります。これをまっすぐまず行きます。まずまっすぐ行きます。ここで1回168号線と共有するのかな。待って、あ、こっちやな。だからここに出てこなきゃいけなくて、ああじゃあ308号線おかえり、308号線、どっかで3号線、これが308号線ね、これですよ、これ308号線やね、マジで言ってんの、これやで。暗がり峠とまやんが、すごいぞここ、見たことあるような石畳に出るぞ。デジャブか、デジャブか。これもおデジャブか、なんか見たことあるぞこの風景。え、こっちの方がすごくない、もうマジで言ってんの、何これ。え、暗がり峠の先の方がすごくないこれ。まあちょっと一旦普通の道にしますが、またここを左かな、ここを左に曲がるんかな、ここを左ですかね、ここ左やね、ここ左入れるとこれが308号線のはず。どこ、安らぎの森、綺麗、綺麗なんだけど、ここは綺麗ですけど、これ308号なほんま。うわ、なんか来た、なんだこれ、急に、なにこれ、でこぼこあり、なに308号線冬季チェーン蛍光車両以外通行困難、マジか308号線、警告ゴミ捨て関係なかった、ゴミ捨てるんか北道で、左ただの金網やで、しかも破れてんで、何これ、こう雪になるってこと冬は。うわ、まあ水こないだったらこれだ凍るってことやな、冬になると危ない、まあ危ないわ、何これ国道308号線、これ何これ、暗がり峠より国道へ、別のなんか登るよ、しかもぐちゃぐちゃのところ登るよ、デジャブかお前、登り寄るよ、もうなんかすげえ、何これ、この角度で分かるかな、分かんないか、動画じゃ分かんないかな、分かんないから、すげえか、すげえ登れたかになってる、あれ暗がり峠を越えてもその先もすげえ勾配だ、うわすごっ、何これ、その先もすげえ勾配だった、308号線暗がり峠で終わるな、すごっ、あはは、笑うわほんま、何ここ、いやーすごっ、本当に308号線なんやもんな、何も書いてないけど、何も書いてないけど、遊歩道はさすがにこっちじゃ行かれへんな、なんかいろんな工房が多いね、ていうか
何ここ、ずっと下ってるけど、これ逆やったらずっと登ってんねんな、これやべ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 、ずーこれやべ、気持ち、下りは気持ちいいけど超怖い、これ、うわ真っ暗真っ暗、昼間に来ればよかった、これ夜来たら超怖いやん、何ここ、警察犬の訓練所警察犬の訓練所、こっちですかね、んーガタガタやな、これ、国道やで、国の道やで国が3分の2お金払ってる道やで、我々の税金を使ってる道やで、マジで言ってんのお前、うわうわ、もう金網、金網でなんかっていうか、もう何これ、ゴミは持ち帰る当たり前じゃん、持ち帰らないやつがおんのか、何これ、警告、このゴミを捨てんな、捨てんのかい、そんな捨てるやつがいんのここに、あ、なんか LED や、急にデジ、急になんか21世紀になった、びっくりした、あれあれ LED や、急に21世紀やな、何これ、お祝いパーク、何これ、キャンプ場、何これ、ん、何屋さん、キャンプ場、今一度ここを308号線だと、そうな、再確認するけど、再確認するけど、308号線やからな、であれが第2班だね、あれ第2班だです、第2班だ、第2班だったよな、今一度思い出すな、ここ308号線やね、でこれはいけないから、ここで左に行く、左、これ、あ、こっち、え、これ、マジで言ってんの、ちょっと待って、お前伝わるかな、これ、いや、あ、車ギリやで、対向車はどうするん、これこれ、左が国道やで、一通じゃないんやで、これ何を言うてんねん、あっちが国道やろ、何を言うてんねん、おいおい、もう倒れてるやん、ここ、おいおい、あっちやろ国道って、間違えて向こう一回行ったかな、どういうことだ、国道なんこれ、これ第2班だですね、第2班の出口ですけど、何を言うてんねんこいつ、え、こっちが国道、これこの幅やで、この幅、あの車どうやって通った、さっきの車、俺今車見たやんな、車とすれ違ったけど、え、どっか入るとこあった、今どっか横から入る道あった、ここ通り抜けたってこと、このあの車、なんなんこいつ、なんなんこのタヌキは一体、何これ、本気で言うてんの、さっきの車ここ通り抜けてきたの、何、ちょっと混乱、プチ混乱やで、プチ混乱してんで俺今、ちょっと何を言ってるかよくわからない、本気か、いやいやいや、いや、これ国道なんだけど、国道なんだよね、これ国道なのよ、 Google マップによると、あれがそうやな、軽な、第二軽犯やな、第二軽犯のよ、第二軽、国道ってああいうやつやろ、あれちゃうん、あの下やろ、え、これ、これしかも左が国道なん、え、こっちじゃない、こっちじゃない国道、あれじゃん、一通やけど、え、こっちなん、え、田んぼのあぜ道やで、ただの、これ、わかるかな、これ、これ、308号線、本気で言うてんの、これ、え、マジで言うてんの、奈良県、奈良県違う、日本航空。え、なんなんこれ、本場、本場、本場、騙されてない、これ騙されてない、第2ハンナーを下にくぐる、
誰か本当に俺が308号線で名乗ってくれよ。マジそろそろ。天津辻。ああ。はいはいはい。抜け道なの。ここまで来ると走りやすい道なの。308号線。天津辻。308号線、久しぶり見たぞ。蓬莱南、見たぞ、久しぶりに。うわ、蓬莱や。あ、そういうこと？あ、こういうことね。はいはいはい。で、ここ曲がるんじゃなくて、はいはい、見たことある風景。ほんまや。ここ308号線なんや。あー、なるほどなるほど。このココスのところね。いよいよゴールですよ。ゴール。ここが5丁目なんで、2丁目がゴールです。見たことある。知ってる。彩花でしょ奈良店でしょ。知ってる知ってる。ああ、いつもの彩花、奈良店。閉まってるん今日。これ閉まってんの。もうここまで来たら、あとは、あれやな。あれがゴールやね。あの交差点がゴールです。いよいよ、いよいよフィナーレ。あんまり最後なんか、わーってならんかったけど、この1号線に変わるところからが、多分、終わりなんかな。24号線、1号線と重なるところ、ここが、この交差点がゴールです。さあ、ここで308号線長い、40、50キロでしたかね、の距離。ここでようやくフィニッシュです。で、このままちょっと余韻に浸りたいんですが、左へ曲がります。写真撮れへんだな。はい、どう、ここでフィニッシュです。え、300は、あ、びっくりした。360キロ、びっくりした。308ってどうしようかな。あんな道路に戻るために、県道1号線に戻します。あのぐるっ と隣の通り、一本隣に。はい、今回は、国道308号線端から端まで走ってみたらどんなとこだったのっていうことで、スタートは大阪のど真ん中、心斎橋からスタートしまして、平城宮跡前。暗がり峠もすごいんだけどね。暗がり峠のその向こうがもっとすごかった。ほら見て、ほら帰りに見えます。第2ハンナの名前、国道308号線です。第2ハンナは、国道308号線となります。これが最初に行くときに言っていた石切の、あそこで分かれた動画。ちょっと面白い道を見つけて端から端まで走ってみたいなと思います。次回からも楽しみにしてください。それでは皆さん、本日もご視聴いただきありがとうございました。良かったと思ったらコメント欄とチャンネル登録、高評価お願いします。こんなところに行ってみたらいいんじゃないか、こんなところもちょっと端から端まで行ってみろよという国道をご存知のあなた、コメント欄で教えていただけると幸いです。